ートには有利数か？へへ、そんなの簡単だよ。イエスだとして、ルート2を整数で b 分の a って書くよ。両辺を2乗して、b の2乗倍して、両辺が2で割り切れる回数を考えるよ。a が2で割り切れる回数を na、b が2で割り切れる回数を nb って書くと、a の2乗は2で 2na 回、2b の2乗は2で 2nb 足す1回割り切れて、正の整数の素因数分解は1通りだから、2na イコール 2nb 足す1。でも偶数と奇数が同じになるわけなくて、矛盾。よくできました。じゃあ、円周率 π はどうだ？π の2乗が正の整数 a と b を使って b 分の a とかけると仮定しよう。π の2乗？今回の手法では π でも π の2乗でもあまり変わらないので、せっかくだから主張を強めるぜ。そういえばさっきのルート2は2乗すると有利数か。さて、この a に対して、πa の n 乗が n の階乗より小さくなる程度に大きい整数 n を取る。いきなり謎の始まり方だけど、a がどんなに大きくても階乗にはいつか抜かれるね。この n を使って、今回の鍵となる関数を定義する。これが鍵？そしてこれが今回の主役となる定積分だぜ。なんじゃこりゃ。とりあえず、これが0より大きいのはいいか？まあ中身は両端以外では正だね。1より小さいのもいいか？と思ったけど、適当に上から押さえつけただけか。N を適当に大きく取ったのはこれのためだったんだね。というわけでこの定積分は0より大きく1より小さい。で、今度はちゃんと積分してみる。ちゃんと？ここで、もう一つの関数 GX を定義する。また変なのが出た。これって無限に続くの？ 2N 回より多く微分したら消える。ああ確かに。さて、GX を2回微分してみろ。へ？まあ、ダッシュが2個ずつ増えるだけかな。あ、だいたいマイナス π の2乗倍になった？最初の負の項が足りないけどな。じゃあ2回微分するとマイナス π の2乗倍になっておまけがつくんだね。それじゃあ、この微分を計算してみろ。あと何回天下りするの？これが最後。まあ微分はただの作用だね。あ、真ん中の2つが消えた。で、2回微分にさっきのを入れると、また消えた。ここで π の2乗が b 分の a だったことを思い出して、π の 2n 乗を消してみる。さて、これに見覚えはないか？え。あ、これだー。というわけでついに定積分を計算できるな。普通に計算すると、都合よくサインの方が消えてシンプルになった。この定積分が0より大きく1より小さいんだったな。で、G0 と G1 を分析する。そしたら結局 F を見ることになるね。FX の分子は 2N 字の整数係数の多項式だな。ってことは、N 回微分するまでは0を入れたら0かな。N 回以上に N 回以下の時は ?CKX の形状を K 回微分したら整数で、0を入れてもそこだけ残るね。で、これも整数か。G0 に出てくるやつは全部整数なんだね。X イコール1での微分係数も考えてとどめを刺してやろう。こっちは複雑そうだけど。いや、X を 1-X に変えても変わらないから。何回微分しても符号以外は同じか。ってことは、X が1の時も0の時と符号以外同じで、全部整数。結論が出たな。G0 や G1 に出てくるやつは全部整数だから、G0 足す G1 は整数。0より大きくて1より小さいような、ね。というわけで π の2乗は無理数であると言わざるを得ない。π もね。よかったらチャンネル登録してくれると嬉しいぜ。ご視聴ありがとうございました。